今夜は十五夜です。猫くんはうさぎくんとお月見をすることにしました。からやってきたんだ。まさかそんなおとぎ話みたいなこと。冗談だよ、猫くん。僕帰るね。おやすみ、うさぎくん。うん。おやすみ、猫くん。風。
心はきっと自由にお月様に行ったり来たりしているんだろうなって。それなのに、さっき僕はそんなうさぎくんのことを笑っちゃったんだって。猫くんはそんな自分が恥ずかしくなって急いでうさぎくんの家へ戻りました。それから二人はお月見のやり直しをしました。今度はうさぎくんと同じ気持ち